ジョアン・チェンは中国・上海出身の女優で映画監督でもある。1961年、上海の学者の家庭に生まれる。1975年、上海で映画関係の専門学校に通っていた14歳の時、映画、成光山で女優としてデビューした。17歳で上海外国語大学に入学し英語を学ぶ。 1980年映画《戦場の花》に抜擢され、この作品で高い評価を得て中国のエリザベス・テイラーとも呼ばれ、ももか進む最優秀主演女優賞を受賞した。20歳でアメリカ合衆国に渡り、1981年からカリフォルニア州立大学のオスリッジ校に入学して映画制作を学んだ。映画やテレビドラマで活躍し、 1987年にラストエンペラーで皇后演用を演じたことによって国際的な注目を集めアジア系俳優初のアカデミー賞授与式のプレゼンターをジョン・ローンと共に務めた。1994年の赤いバラ白いバラの頃から再び中華圏の映画にも出るようになり、同作と2007年のホームソングストーリーズ僕の母の物語では、 金馬進む最優秀主演女優賞を受賞している。女優としてだけではなく、1998年には、収集の季節で映画監督としてもデビューしており、同作で、金馬進むの最優秀作品賞と最優秀監督賞を受賞した。1988年には、米国の市民権を得て、1992年には、中国系米国人の医師と結婚した。 2014年のベネツィア国際映画祭で、のびの印象を問われた際に、戦争で多くの人々が殺され、町が爆撃され、拷問やレープが行われたが、日本は遺憾のよう示したことさえないと発言した。ありがとうございます。